1883年5月12日第3回、全国キリスト神と大神牧会の幹部の記念写真、和田は最高列左から4人目、和田周豊昭和21年7月27日は、幕末期の薩摩藩士。日本の牧師で、日本における社会福祉事業のパイオニアの一人、伊廃園代表、東京道愛毛学校,校校長、和田栄作は長男。 和田秀穂は次男。1854世大隅国肝付軍樽見里に、薩摩藩士の家に生まれる。父は、島津家百万国の樽見藩家老職という家柄で、ある。1872年に上京し、慶応義塾で、福沢諭吉に訓等を受けて、1876年まで、慶応義塾に学ぶ。続いて、当時海軍兵学校の中教授であった。 あわず孔明の塾で学ぶ。1874年生公開の宣教師、ジャニング・ウィリアムズより洗礼を受ける。1876年に、薩摩に帰郷する。帰郷直後の1877年生南戦争が起こるが、ウィリアムズの忠告通り、西豪軍には従軍しなかった。その後、海軍兵学校で英語と数学を教えた。 1883年東京で開催された第3回、全国キリスト教神と大神牧会の幹部の一人として活躍する。1884年に日本キリスト教会の聖教師になり、芝教会、大阪キリスト教会などの牧師を務める。1891年に伝道と社会奉仕の団体である公善社に入社して、1893年に社長に、 就任する。さらに、社会事業も行い、1894年に、ハンセン病患者の施設医肺炎を創立した。後、東京同愛盲学校校長、結核療養所以降園理事長も兼務して、幅広い活動を行った。1903年の賛美化の改定事業には、尾崎行動別所梅之助らと共に改定作業に携わった。百二十六年、 恩師財団、吉富会総裁官員の宮より表彰される。ありがとうございます。